ジオのクラワーキス旬です。今月号の How to do がは、まさに、こう12月号ということでクリスマスです。なので今までねクリスマスの時にあんまりこうクリスマスのリースっていうのを作ってないんですよ。なので今回はリースアレンジメントを作っていきたいと思います。ではね早速いってみましょう。ベタなリースです。どうぞ。ではアレンジメントを始めていきます。今回はこのように器のちょっと高めの器の上にリングの和室を乗せています。リングのボームですね、乗せています。そしてこのまま刺していくとこのヘリのねこの部分にこう段差ができるというか滑らかにできないんですよね。なので、ここの角をですねカットしていきます。面取りですね、近くに言うね。で内側、外側だけでなく内側も面取りしていきます。はい、このような状態ですね。このような状態からスタートします。はい、ではまず最初にこちらのねこうウィングというねグリーンのアジサイを刺していきます。はい、こちらでアジサイが入れ終わりました。ここ少しね分かりますかね、少しこう器より低くなってますよね。器より低くなってるというかフォームより低くなってます。これは器を高くした理由ですね。せっかく器を高くしてるんでこのフォームを最大に利用するにはこう低くこの器より低くこう持っていくことですね。巻き込むような感じです。これがポイントです。はい、次にこちらレザーリフファンですね。それで少しこのフォームをファンデーションワークしておきます。その時よく言いますけどこのレザーリフファンがあんまりこう飛び出さないようにしましょうね。飛び出しちゃった先っぽはつまんじゃうぐらいの勢いでいきましょう。はい、こちらでファンデーションワークが終わりました。はい、次にこの子を入れていきます。ちょっと名前忘れたんで今テロップに入れておきますね。はい、入れ終わりました。はい、次にここでこのカラーをね入れていきます。はい、カラーが入れ終わりました。はい、次にこちらのバーゼリアを入れていきます。こちらバーゼリアが入れ終わりました。はい、次にこちら色味屋ですね。バーゼリアよりはるかに細かい色味屋を入れていきます。はい、色味屋が入れ終わりました。では次に、こちらの泡をね入れていきます。はい、こちら泡が入れ終わりました。最後にこちらのアロカシアを入れて終了です。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、今月のアレンジメントはいかがだったでしょうか。
今月はですね、こうすごく印象的な花っていうのをまず入れてないんです。まあカラーが一番印象的だったかもしれませんけど、まあ、他の花に対比してそんなに印象的ではないんですよね。そういうお花を集めた場合ってやっぱりこうナチュラルグルーピングっていって、その素材をこう集めていって、少しこう印象を強くするっていう手法が必要です。それを覚えていくといろんな花材がうまく使えるようになってきますので、ぜひ覚えてみてください。ではね、今月はこちらで終わりしたいと思います。また来月ハウトゥー動画でお会いしましょう。フラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思うので下のリンクからお願いいたします。では一人でも多くのチャンネル登録をお願いいたします。